ニーナを絵本にしてみた。椅子のマリー。とても丈夫で美しい木の椅子のお話。その椅子を作ったのは、ある町に一人で住んでいる椅子職人のおじいさん。とても美しい椅子が出来上がったので、おじいさんは椅子にこっそり大好きだったおばあさんの名前を彫りました。名前はマリー。その日から椅子の名前はマリーになりました。マリーは自分に名前をくれたおじいさんに、ありがとうとつぶやきました。おじいさんがマリーをお店のウィンドウに並べました。マリーはしゃんと背筋を伸ばして美しくきれいに見せました。その姿がとても美しかったので、すぐにお客さんが欲しいとお店に入ってきます。でもおじいさんはマリーがとても大切だったので、ついつい、これは売り物じゃないんだと言ってしまいます。何度かの秋が過ぎ、おじいさんは大切に使ってくださいとマリーをお客さんに売りました。これからどこへ行ってどんな人が使うんだろう。マリーはドキドキしていました。マリーを買った主人は大きなお屋敷に住んでいました。マリーは大広間に置かれました。そのお屋敷では毎晩ダンスパーティーが開かれていて、とてもにぎやかでした。マリーにはいつもドレスを着た美しい女の人が座ります。主人は隣に座り、いつも幸せそうでした。マリーはそんな主人を見るのが大好きでした。何度目かの冬が過ぎ、お屋敷も古くなり、主人はおじいさんになりました。ダンスパーティーもなくなり、マリーに誰も座らない日々が続きました。それでも主人は毎日マリーを磨いてくれたので、マリーは美しい椅子でした。ある朝、マリーはいろいろなお屋敷の家具と一緒にトラックに乗せられました。お屋敷のご主人、大切に使ってくれてありがとう。マリーは主人に別れを告げ、トラックに揺られます。次はどこへ行くのかしら。マリーは海を渡って行きました。ゆらゆら揺れる暗い船の底は、少し古くなったマリーをドキドキさせました。船の旅が終わると、マリーは一人暮らしのおばあさんの家に置かれました。そこから見える庭にはいつもきれいな花が咲いています。おばあさんはパンを焼くのが大好きで、飼っている猫は灰色の猫でした。マリーの上にはいつもその灰色の猫が丸まっておばあさんの話を聞いています。おばあさんの話は決まっておじいさんの話でした。
大好きだったおじいさんの話を毎日猫は黙って聞いています。おばあさんはだんだん歩けなくなり、ベッドで寝たきりになりました。ベッドの横にはマリーと、その上に丸まった灰色の猫がいつも寄り添っています。おばあさんはやっぱり毎日おじいさんの話をしました。灰色の猫は時折にゃーっと小さく鳴くようになりました。それはまるでおばあさんを元気づけているようでした。何度か春が過ぎるとマリーは古道具屋にいました。古道具屋の主人はマリーの傷を直したり、椅子のクッションを直したり、大忙しです。きれいになったマリーがお店に並ぶと、やっぱりすぐにお客さんの目に留まりました。うちの窓辺にぴったりだわ。マリーは海が見える小さなかわいいおうちの窓辺に置かれました。そのおうちには小さな女の赤ちゃんがいました。マリーの上には赤ちゃんを抱っこしたお母さんが座ります。お母さんは海を眺めながら毎日子守歌を歌いました。何度かの夏が過ぎ、小さな女の赤ちゃんは5歳になっていました。女の子の大好きな遊びはマリーの下に隠れる海底ごっこです。やんちゃな女の子にマリーはだいぶ傷が増えてしまいました。すると女の子が何か見つけました。ママ、この椅子マリーって書いてあるよ。私の名前と一緒だよ。マリーの下から大喜びしながら女の子が出てきます。その日から女の子はマリーとの海底ごっこをやめました。マリーは毎日幸せでした。みんなが大切にしてくれたおかげでマリーはおばあさんの椅子になっていました。おばあさんになったマリーはある朝、足が折れて転がってしまいました。でも古すぎるマリーは椅子職人でも古道具屋さんでももう直せません。大きくなった女の子はそっとマリーに言いました。お疲れ様、ありがとう。マリーはとても丈夫で美しい木の椅子でした。おばあさんになったマリーは人に座ってもらうことをやめ、小さな小さなお人形の椅子になりました。小さな小さなマリーは大きくなった女の子の子供と一緒に毎日たくさん遊んでいます。おしまい。